東日本旅客鉄道東日本旅客鉄道千葉支社 JR 東日本千葉支社東日本旅客鉄道千葉支社は東日本旅客鉄道の支社の一つ日本国有鉄道千葉鉄道管理局の管轄エリアを継承している千葉県内の路線の大半及び東京都の火災地域を管轄している2017年9月30日時点で 合計 592.2km の在来線158の駅を管轄している。路線支社協会はいずれも閉塞区間上にあるため、境界線の内側の停車場を記載している。なお、がついた路線は、全線が管理区間内に入っている路線である。駅数についての注釈支社協会、管理の例外についての注釈千葉支社管内の列車の特徴として特急列車は、 という理由により、停車駅が多い。特に近年では通勤通学需要を当て込み、東京通勤圏において、停車駅が増える傾向にある。一方、快速列車は、かつては、退避可能な駅や、乗り換え駅、市や町の中心駅などの主要駅にしか止まらなかったが、2000年代に入ってからは、暴走覚醒や京葉線では、停車駅が増えており、 千葉イ島で快速が通過する駅は少なくなった。特に、成田線直通や内房線直通では、千葉イ島の通過駅が一駅のみである。これは、かつての快速通過駅において、乗車人員が、駅周辺の開発のために増えてきたことなどが理由だが、新たに停車駅を追加すると同時に、従来、快速通過駅を救済していた普通列車を廃止し、先区需要に見合った。 輸送力の適正化とサービス低下の低減を同時に実現している。その一方で、東京方面に直結する路線と、県内路線は、特急、快速を除き、原則として運用が分断されており、相互間の直通本数は少ない。そのため、蘇我駅や千葉駅などで乗り換えを強いられるが、必ずしも、旅客の乗り換えの便を優先したダイヤ構成というわけではない。なお、 県内路線のうち、東京駅から70の80キロ圏内の駅や、千葉駅等からの列車をすべて、東京方面へ直通させる計画を2008年に発表しており、実際に2010年12月4日に実施した、ダイヤ改正から、普通列車減少救済目的で本千葉駅に、総武横須賀線直通快速列車を停車させたり、データイに、京葉線快速列車を、外房線へ、 直通運転を行ったりしている。第31期中間報告書主要な、事業内容東日本旅客鉄道2018年7月2日、閲覧、日韓道路千葉2008年2月6日号、JR 東日本、グループ経営ビジョン2020挑むマイナス P12、本千葉駅に、快速停車へ12月メドホーム延伸東京直通増発に、備え、 千葉日報2010年5月13日、2010年12月ダイヤ改正に、ついてから、JR 東日本千葉支社2010年9月24日、ワンマン運転を中止しろ、木更津総行動を戦い抜く、日韓道路千葉ナンバー7479、2013年3月21日、2014年12月22日閲覧、JR 東日本千葉支社は、くるり線の、 ワンマン運転を中止しろ。日韓道路内場ナンバー7489。2013年4月12日。2014年12月22日閲覧。くるり線のワンマン運転をこれ以上続けることは、運転保安上、絶対に無理だ。日韓道路内場ナンバー7512。2013年5月31日。2014年12月22日閲覧。JR 東日本。 旅と、ピュアハーツ・ザ・アーカイブ・オブ・ソフトドリンクス、2014年3月2日、閲覧、ありがとうございます。